今回は画像認識失敗パターンか。あれ、もう見てなくても全部動くんじゃなかったっけ。そうだけど、なんとなく眺めてる。でも、先が分かってるのに待つのは長く感じるね。うん、パネル出てるなら上ボタンを押すと強制的に失敗させられるよ。下ボタンで無理やり成功させるのは知ってたけど、失敗にもできたんだ。あと、上ボタンを押すと待機マークに切り替わるんだけど、この間はずっと判定を継続してるから失敗にならないよ。ふん、延長する感じね。パネル出てる間は画面タッチしても中断にならないし、他の項目に移動したりもできるよ。あ、要するに自分で手を出したい時に使うわけね。今回は再生中のパネルでできることの紹介です。再生中に自分で操作したくなった時の話ってこと。まあそうだね。あとはプログラム作ってる時に試したいところまで飛ばす時とかかな。じゃあまずは手を出していいところの話から。パネルが出てる間は画面触っても大丈夫です。出てる間は割り込み中断に離らないってこと。そういうことだね。で、パネルはいつ出るの。プログラムでこの待機パネルアイコンが右上についてるやつを実行してる時に出るよ。で、その設定はパネルを表示オン。待機とか画像認識でだいたいオンになってるやつね。で、このパネルの上ボタンを押すと待機や画像認識を延長できると。うん、ただし画像認識とかの場合、延長中に成功したらパネルは消えて続きが再生されるよ。ああ、自分で画面触ってたら成功してパネル消えちゃって割り込み中断になりそう。まあそうなったら上ボタン長押しメニューで再開とかしてください。そういえば今は再開があるんだった。本題に戻ると、延長中は下ボタンが時間切れ、失敗時の行き先になる。時間切れまでまだまだかかる時に無理やり失敗させられるってことね。で、実は上ボタンをドラッグか長押しすると他の選択肢にもできる。成功、失敗、中断と、なんか他の項目があらわら出てるね。うん、プログラムの中の他の待機や再生項目に移動できるよ。移動先の項目が多いと分かりにくくない？シーン認識とかブックマークを指定してれば、それらの項目だけ出てくるから。あ、目印をつけておきってことね。では今回はこんなところで。あ、そうそう、この間気づいたんだけど。急にどうした？なんか他の動画にも入らなそうだからおまけで発表します。よくわからないけど重要そうじゃないことはわかった。なんと操作パネル設定の待機カウントを表示オフにすると、画像認識とかで残り秒数が出ないので目に優しい。あ、なんかつけたっけか。ついでに項目名も見やすくなってさっき。はいはい、終わりますよ。はあ、この小さな差がこのストレス社会にどれだけ。